本当はカラーリングはこれ一応特別仕様じゃねえ、ねえ、パリ坂のあれのカラーリングやね。そうです。だから結構まあそんなに台数あれへんで、はいはいはい、残しとこうかなと思ったけど、まあいろいろ何年モデルですかこれは。これ2012年ですもん。本当だと鈴鹿ってあそこでしょ、レッドバルンの並び、反対並びのとこだね。じゃなくて、レッドバロンじゃなくて、もうあのサーキット道路の、はい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 、うん、佐々木スポーツクラブ。ああ。はい、R1200GS。何年モデルでした ?2012。12年モデル。はい、正確には R1200GS ラリーですね。はいはいはい。なんかイベント。気をつけて行ってくださいね。ありがとうございます。またお会いしましょう。すみません。一回来たかった。ありがとうございます。また気楽に寄ってください。ありがとう。わざわざありがとうございます。新しいのまた。わかります。楽しみにしてます。その時はもうちゃんとフラットで並べてもらいますんでね。BM の社長にもよろしく言っといてください。わかりました。確かに向こうのメンバーさんも何人か来てくれてるんだよね。先生、前からね、YouTube でよう見てたもんね。はいはいはい、一回行きたいなと思って。またフェイスブックやってますんで、今日の画像もフェイスブックアップしておきます。